チケン。こんにちは、プチケンのゆうはです。今回は小顔に見えるアイテム選びのコツとコーディネートをご紹介いたします。まず最初にアイテム選びのコツをご紹介いたします。そして最後に実践コーディネートをご紹介いたします。まずはトップスから説明していきます。小顔に見せる簡単な方法は、首周りがスッキリする V ネックや鎖骨が見えるトップスをチョイスすることがおすすめです。鎖骨を見せることで女性らしい華奢な印象を演出できるため、簡単に小顔見えが叶います。じゃあタートルネックはダメなのと思う方いると思うんですが、そうではなくて、タートルネックを選ぶ場合は襟がつまらない広めのものを選ぶのがポイントです。肩から袖の部分にボリュームを持たせると小顔に見えるので、バルーンスリーブやボリュームスリーブアイテムを選ぶのもおすすめです。またカラーに関してはブラックの方が引き締まっていいんじゃないのと思う方もいらっしゃると思うのですが、上半身が引き締まって見えてしまうと逆に顔の大きさが強調されてしまうので、できるだけ顔周りが明るくなるカラーか、もしくはブラック以外だと効果的です。ブラックを着たいときはさっき言ったみたいにボリュームスリーブだったりとか V ネックなどデザインにこだわることをお勧めします。ボトムスはボリューミーなアイテムをチョイスするのがおすすめです。全体的に A ラインを意識して下半身をメインに重心を置くことで小顔見えが叶います。なのでワイドパンツとか効果的なんですが、あくまで A ラインが大切なので、トップスをインしたりショート丈のアイテムをチョイスする方がいいです。アウターなんですが、コートの場合は襟のデザインが大きめのコートがおすすめです。ノーカラーの方がスッキリ見えて小顔見えしそうですが、大きな襟と顔を追尾することで小顔効果を生み出します。それを活かして膨張しがちと避けられることが多いダウンも同じように襟が大きいデザインだと小顔見えが叶います。ダウンに関してはショート丈が今っぽいし簡単にメリハリがつけられるのでおすすめです。帽子だとつば広のハットやゆったりかぶれるベレー帽で、ニット帽もゆとりのあるアイテムを選ぶことがおすすめです。ピアスは目線外しのために大ぶりのデザイン、もしくは揺れ感のあるデザインがおすすめです。今の時期はすごく寒いのでマフラーを使ってボリュームで顎を隠すというのもポイントの一つです。その時はボリュームのある巻き方をすることがおすすめです。今回のポイントを押さえた小顔コーディネートスタート。Thank you.
この動画がいいなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またこんな着こなしやってますなど、皆さんがやってる着こなしやコーディネートなどコメント欄にて教えてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。